チムネオタッキーです。この動画ね、作る予定はなかったんですけども、視聴者様の投稿がどん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 溜まっていってるんで、ちょっとまあそれを吐かせるためにっていう意味もありましてね、まあ、ついでにね、ちょっと言いたいことができましたので、動画を作ることにしました。今日のね、お題は、写真のタイトルをどうするかということになっていきます。それでは動画スタートしてまいります。はい、今日の動画ね、実は作る予定なかったんですけども、視聴者様の作品がね、もうたまりにたまってるんでね、まあそういう意味もあってね、動画作ろうと思いまして、まあついでに言いたいこともね、できましたしね。で、最近ね、その視聴者様の投稿のコーナーで、作品にタイトルをね、つけてくださいということで、やってるんですけども、写真にタイトルをね、つけるとね、またね、写真をの楽しみ方がぐっと変わってきます。で、何よりね、その、フォトコンテストとかに出すときはね、もう大概タイトルが必要になってくるんですよね。で、そのタイトルの付け方以下で、コンテストの結果が大きく変わってきたりもします。で、まあ、とりあえずはね、私のね、気質の写真、まあ、気質じゃないやつもありますけど、気質の写真に、タイトルをつけて、ちょっと1分間ほど流します。で、写真1枚あたりね、5秒目にタイトルが出ますんで、見てる方、皆さんね、それなりにね、タイトルをね、つけてみてください。それで、僕がつけたタイトルのね、比較して、見ていただけたらと思います。それではね、作例いきます。はい、どうでしたでしょうかね。タイトルの付け方、まあ僕もね、タイトル付け慣れてるわけではないんですね。コンテスト実は私1回しか出したことないんですよ。で、それもね、タイトル固定のコンテストだったんでね、まあタイトル固定のコンテストで随分勉強にはなったんですけどね、その時のタイトルがね、人気者っていうタイトルで撮って、まあ、写真を投稿しろということで、人気者をね、必死に探したんですよね。その当時、福岡に住んでて、博多どんたくに行ってね、人気者がなんか、人気者っぽい写真撮れないかって必死で走り回って、で、たまたま月光仮面のね、仮装をした人が自転車乗って走り回ってて、その人が周りの注目を集めてたんで、その自転車をね、もう、息切らしながら追っかけて、必死で写真撮ってコンテストに、まあ、送ったらね、入選したんですけど、読売写真大賞っていうねコンテストだったんですけど、まあそんな感じで、まあそのコンテストに出す出さないっていうのもあるんですけども、その写真にタイトルをつけるっていう、そのタイトルを意識して写真を撮るっていうのでも、写真のねその技術を上げることにもなっていくと思いますし、何よりね楽しみ方が変わってきます。その写真通りのタイトルをつけるのも面白いですし、その写真に反したタイトルをつけるのも割りかと面白いですね。で、今回その私の作例で、例えばね、1枚目の夕日の写真なんですけども、綺麗な夕日な写真でね、夕暮れとかでタイトルつけるのもいいんですけど、僕がつけたタイトルはね、明日も晴れっていうね、タイトルで、ちょっと意表をついたタイトルでね、そのイメージが膨らむんですね。その物語ができたりするんですよ。止まったね、画像であるのにね、
ガソリンスタンドでね、女の子が、レシートを渡してるね、シーンでもね、お願いしますっていうのでね、ちょっと動きが見えてくるような感じになったりしますね。で、タイトルをね、いいタイトルをつけるっていうのはね、写真撮ってね、大きな意味を持ってくるんだと思いますが、どうでしょう。はい、今日のね、動画はね、ちょっと無理やりに作りましたけど、まあこんな感じで、それではね、視聴者様の、作品紹介のコーナーに行きます。はい、それではね、作品投稿のコーナー行ってまいりますよ。まずはね、ひまねこ屋さんの作品、写真は2枚ともね、ニコン P310、 これコンデジですかね、で撮影でしたということで、ね、タイトル1枚目が残光1、2枚目が残光2ということで、2枚ともね、コントラストをやや上げて明度をやや下げる微調整をしているということです。夕暮れ時かなんかのね、光が傾いた時にね、残った光、ギリギリの時間に撮った写真になりますけども、印象的なね、写真に撮れておるんですけども、タイトルがもうちょっとね、工夫が欲しかったですね。面白い写真にはなっています。コンデジで P310 でちょっと調べる時間ないんですけどね、どんなカメラなんだろうな。はい、ひまねこ屋さんありがとうございます。次にね、これ初投稿かな、西島さんとでも言いましょうか。フルネームは言えないんで、西島さんの作品、1枚目がね、金曜ロードショーのオープニング2枚目が、ルミナリエということでね、カメラがミノルタ α7000、レンズ AF ズーム100から300、シャッタースピード1枚目絞り 5.6 シャッタースピード60分、2枚目は長時間録音でしょうね。これ本当にね、これ1枚目金曜ロードショーのオープニングみたいですねよくこんなとこありましたね。2枚目はルミナリエなんですけども、そうですね、全部を狙って撮ったんでしょうけど、もうちょっときらびやかに撮れなかったかな。まあ僕はイルミネーションとかの写真実は苦手でね、あまり偉そうに言えないんですけど、いくら撮っても上手に撮れないんで、あんまり偉そうには言えないんですけど、ね、ルミナリエの写真って結構難しいんですね。僕も何度か挑戦したんですけど、まともな写真にならなかったですね。はい、西島さんありがとうございます。またよろしくお願いしますね。次がね、柿の木さんの、作品です。2枚、2枚ともタイトルは冬の日差し、カメラミノルタユニオマット2、フィルムが富士フィルム記録用100ということなんですけど、やっぱユニオマット2のレンズすごいんですね。これバリバリの解像度ですね。素晴らしく改造しています。でこのカメラなんですけど、実はユニオマット2のね、持病で後ろ玉がね、真っ白に曇るっていう現象があるんですけど、まあそれになってて、酸化セリウムでね、研磨したということでね、見事に成功して綺麗な作品になってますね。はい、若干ね、2枚とも若干オーバーなんじゃないかな。冬の日差しというからにはちょっと柔らかく撮りたかったとこですね。まあ綺麗には撮れてます。はい、柿の木さんありがとうございます。またお願いします。次の作品がこれ初投稿ですね。ピトルさんの作品です。私の影響をもろに受けてフィルムカメラを始めましたということで、ありがとうございます。それが狙いなんでね、フィルムカメラを始めさせるのが私の狙いなんで、狙い通りに引っかかってくれてありがとうございます。で、作品なんですけどね、素晴らしいです。1枚目がね、雪瓦の三原色。2枚目がね、冬花壇ということで、両方とも雪が写ってる写真ですね。カメラがミノルタ SR1、レンズがロッコール 55mm F1.8、フィルムがね、どちらも富士フィルム ISO 100ということなんですけども、これ1枚目ですね、ゴーストが、もろ写ってるんですけども、これ狙って撮ったとしたらすごいですね。で、1枚目も2枚目もそうなんですけど、雪がちゃんと白く写ってるんですよね。露出がバッチリ合ってる証拠ですね。なかなかの腕前と見ました。ピトルさんね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますね。はい、次がね、369モノクローマ
マンさんの作品ですね。今週のね、もうズバリ今週の一席です。もう間違いない。あのね、タイトルがね、2枚とも、もう勝手に組写真させてもらいます。これ組写真です。魔女の家。カメラがニコン F3。レンズが、プラナ。カルツライスですね。50mmF1.4。富士プロビア100で撮られていることで、これ本当に魔女の家ですよね。黒猫までいるしね。これどうやって撮ったんですか。これぬいぐるみじゃないですよね。これ本物の猫ですよね。よくいましたね、こんな猫。狙い通りというか、もうね、ドンピシャハマってますね。これなんかコンテスト出してもいいんじゃないですか。本当に思います。カメラマンとかキャパとかね、コンテストに出したらいいんじゃないですかね。いい順位取れるんじゃないかな。369モノクローマンさん、ありがとうございます。次がスキャンスタジオ F11 さん。いつもありがとうございます。カメラがね、ハッセルブラッド 500cm、プラナー 100mmF3.5、 富士フィルムのね、プロ160ですね。スキャンがね、フレックスタイト X5 フレックスカラーということでね、これ500万円ぐらいするね、スキャンなんですよね、確か。1枚目がタイトル僕だけ、2枚目がね、モザイクっていうことでね、これなかなか面白いですよね。これ一つだけね、ガスのメーターの色が違うんで僕だけっていうタイトルになってるんですけど、このタイトルなかなかいいですね。で、2枚目もね、モザイクっていうね、そのいろんな色が混在してるっていうね、あれでモザイクっていうタイトルになってますけどね、面白い、タイトルになってます。で、特に2枚目を見たらよくわかるんですけど、やっぱスキャナーの性能がすごいですね。このね、赤サビのね、色の変化とかね、階調がね、ものすごいんですよね。やっぱ安物のスキャナーとは違いますね。まあ、値段が値段ですけどね、僕調べて値段聞いてびっくりした。500万円以上するスキャナーらしいです。で、スキャンスタジオ F11 のこのフレックスタイト、これ、フレックスタイトのね、X5 っていうね、高いやつになりますね。廉価版もあるらしいんですけど、高い方の、スキャナーになります。これね、楽しみたい方はね、ぜひね、葛飾区のね、スキャンスタジオ F11 さんにね、お越しいただけたらと思いますし、郵送でもね、受けてらっしゃるということで、このね、フィルムカメラスタイルの、ボリューム6にね、斉藤さん紹介されております。そちらもね、購入してぜひ読んでいただけたらと思います。1ページ丸々斉藤さんのページになってますんでね。はい、スキャンスタジオ F11 さん、ありがとうございます。最後にね、フリーマンさんの作品いきますね。タイトルがね、影を追いかけてということで、カメラがね、α6000、レンズがね、東ドイツ製テッサーということでね、まあ、知らない人もいるかもしれないんですけど、カールツライスっていうのは、戦後にね、東側と西側に分裂してるんですよね。で、東側でも作ってるし、西側でも作ってて、微妙にね、釣り味が違うらしいんですね。で、これ東ドイツ製のテッサーっていうことでね、もうね、テッサーらしいね、抜群の写りになってますけども、影を追いかけてっていうことで、影を、僕的にはこれ、光を追いかけてっていうタイトルにも見えます。良い光で撮ってますね。光だけで被写体を作ってるフリーマンさんのね、腕がね、見え隠れしますね。はい、フリーマンさん、ありがとうございます。とりあえず、待機してるのはこれだけかな。これだけですね。これ実はね、今金曜日、なんですけど、さっき動画アップしたばっかりなんですけどね。んで、新しい投稿がまた来たらまた待機になると思うんですけども、来週はどうしようかな。まあ、この間の動画でも言ったけど、ちょっとどのカメラ3台で撮り終わってるのもありますし、で、さっきもちょっと言いましたけど、僕がね、その写真にハマったきっかけとか、そういうのもね、ちょっと雑談で話していきたいことがあって、動画にするかちょっと考えてます。まあ、そこは来週のお楽しみということで、まあ、今日の動画はね、こんな感じになります。この辺にね、
チャンネル登録ボタン出てきますんで、まだチャンネル登録してない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。でリンク出てきますけども、また暇な方はねお付き合いくださいませ。今日の動画ね最後まで、見ていただきありがとうございました。また来週になりますけどね、少々お待ちくださいませ。それではまた来週、さよなら。